1月7日木曜日午後5時10分です。人の映画が4時35分から始まってますね。次が7時10分、右の映画が6時40分ってことで、今ちょうど中途半端な時間になっちゃいましたけど、ここはアヤラセンター4階のシネマ映画館の目の前ですけど、もう並んでる人はいませんね。もう始まってますからね。一応ここでね、今日は固定しときます、しばらく。映画ね、映画館、これから見来た人もいるんで、ちょっと置いときますね。撮れてるかどうかわかんない、これしばらく置いときます。
もう夕方5時過ぎたので、もうお家に帰ろうと思います。猫ちゃんの餌ももらったし、もう今日の予定はないですから、もう5時過ぎたので帰りますね。ただいまの時間こちら5時15分です。5時15分まだ今日はね、日本人いないですね、全然。ずっとね、回ってみたけどね、今日もね、日本人いませんね、全然。全然いません。オリナコ帰ります。まだボカヨバノーイボカヨバノチェワラパノーイオリナオリナ、ケンタッキーフライドチキン、もう5時過ぎ誰もいませんね。夕食の時間なんだけどね、商品はね結構人気があるんです。中華料理だから結構ね人気があるんだよね。だけど年配者しかいっぱいいないんですね。年配の人しかいない。なんだ、メイズのお客さんのね、子供がね、長金に買いに来てましたね。あの子はね、私をいつもね、知ってるから、あじさん、どうだ、バイバイ、知ってましたね。ここは3階で、ちょうどもう夕方だから涼しくなってきましたね。涼しい。メトロの方から今日は帰りますね。メトロやらの方から出てみます。こっちからもねお家に帰れますから、こっちから帰ります。ヘアブラシも買いたいんですけどね、値段見たらね結構ね、あのコームっていうのはね安いんですけど、ヘアブラシはね結構ね高いんですよね。高いっつってもね、まあ200円か300円ぐらいなんですけどね、私にとってはねちょっと高いんで、
100円ぐらいだったらね買えますけど、200円300円だとねちょっと買えないんですよね。ここはメトロアヤラの方からのエスカレーターになってます。この階からね地上に帰れますから、一応ここはね2階になってんですよね、アヤラでは。だけどメトロではグランドフロアになってんです。アヤラではね2階になってんですけど、ここはもうね地上になってるんですよね。なんだか面白いけど、ここからね外に出られますから面白いですよ。今アヤラの方行くとね完全にね2階なんですけどね。はい、もう出口に着きましたけど誰もいませんね。メトロアヤラの方はメトロ外車の系かな。メトロってなってますね。あ、ここ？はい、出ました。暑いね。やっぱり暑いです、これは。ここからね、お家に帰れますから。ちょうどこれは朝の散歩でね、よくここへマクドナルドまで買いに来るところですけど、今シャッターが開いてるからね、こんな感じですけど。で、ここからがメトロね、メトロマーケットショッピングセンターですね。なんかデブの野良犬ちゃんが来たね。やっと歩いてるよ、これデブだから、ほら。ふぅ、ルーちゃん、ルーちゃん、大丈夫か、やっと歩いてる。やっと歩いてるね。デブじゃないの、田んぼ。もっと歩いた方がいいよ。バイバイ。バイバイ。歩いた方がいいよ。もっとそろいそろい。はい。バイバイ。バイバイ。はいよ。バイバイ。バイバイ。吠えちゃってるな、あのデブ。きっとね、デブだって言ったから怒っちゃったんだね。デブだって言ってたから、やっと歩いてるって言ったから怒っちゃったんだね。もう早い人はちょうど帰宅の時間ですね。5時5時23分ですから、もう私も帰ります。猫ちゃんがいっぱい待ってるところからね、今のうちだったらちょうど渡れる、車が来ないと。ここはネグロスストリートになります。朝あのでっかい大型クレーン車が来てたところですね。朝ちょうど大型クレーン車が来てた。であれ向こう側で人がいっぱい待ってますけど、あれ C バス、でっかい大型 バスが来るのを待ってるところです。 C バスのあそこはストップするところだから、多分もうじき来ますよ、でっかいバスが。今ね、メトロ、ここのアヤラから、今、3階から出てきましたから、ここからね。多分ね、あと5分か10分でね、大型バスが来ると思うんですよね。だいぶ待ってるから。で、あそこ待ってるところまで私もちょっと行って待ってみましょう。
それで大型バスが来たらビデオを止めます。 C バスっていうのがね来るわけにね。ハリホン、now C bus は free ride? Ride free? No, no, no. テーマね。OK, thank you very much. Ride な、は、ride free。7月から、ジュライからね、お金払うようになっちゃいましたね。前まではフリーだったんだけど、ずっとね。やっぱりもうフリーライドなくなっちゃいましたね。かっこいいジープが来ました。ジープがかっこいいの、かっこいいジープが来た。ほらちょうど来ましたね、Cバス。これは SM シーサイド行くとコロソ行きですね。コロソ行き、やっぱりお金取られますから、もう大型だからね、高いんじゃないのこれ、いくらだか分かんないけど。まだ窓開いたまま走っちゃってるね。はい、バスが行っちゃいましたからこれで終わりますね。なんか変なトラックが来たからこれで終わります。これで終わりますね。アンピンハッHehehe